し今の現状に不満があるんだったら、ね、何か行動するんです。ルールちゃんと民主主義のルールにのっとって行動する、それの一番初歩が投票に行くっていうことです。ね、投票にも行かないで文句ばっかり出ても変わらないんですよ。ね、だから投票したい政党がないとかいい政党がないっていうのは言い訳です。それだったら白票を入れてくださいって言ってるんです。僕は白票でも投票にはカウントされますから。投票率が上がって国民が9割投票に行ったと、でも白票がそのうちの半分でしたってなったら政治家の意識官僚の意識変わりますよ。国民は怒ってると、意思表示をしているとけれども誰にも期待をしていないと、国民の思いの受け皿がないっていうのが白票ということですよね。だから我々は投票したい政党がないから自分たちでゼロから作ろうって言ってるんです。自分たちの思いを入れて自分たちで政策を考えて憲法も考えて自分たちでやっていこうって言ってるんです。そのことを3つ目に訴えました。それから昨日埼玉、東京、神奈川で訴えたのは参政党の充電政策です。まず教育、ね、我々の思いが変わらないと、気持ちが変わらないと何も変わらないから、その思いを作る、行動を作る原点が教育ですよ。時間がかかります、ね、日本の教育は明治以降もう150年、ね、結構均一化された政界主義の教育になってしまってます。特に戦後ひどいです。奪われてます。愛国心も育めないような教育になっています。ウォーキルトインフォメーションプログラムとかにかけられてます。さっきの大東亜戦争は全部日本が悪かったというふうにメディアが言います、ね、一緒に日本人だったはずの朝鮮人の方々にも、ね、賠償しろと言われます。一緒の日本人だった事実はどこに行ったんですか。一緒に戦った事実はどこに行ったんですか。ね、慰安婦の問題だってそうでしょ。朝鮮人だけを慰安婦にしたんですか。違いますよ。半分以上は日本人ですよ。ね、慰安婦がいいとはもちろん言いません。ね、けれども事実をちゃんと見ないと。そういったことを教育で刷り込んでるからですね。そこをもう一回ちゃんと考えませんかということですね。正解、テストに書かれ、教科書に書いてあることが正解だ、ね、新聞に載ってること、テレビに出てることが正解だ、違います。それをいく考えるんです。何が正しいか、ね、今ヤジが飛びましたけども、参政党がやってることが必ずしも正しいわけじゃないかもしれない。私たちは皆さんを騙すつもりはないけれども、それも疑ってかかってください、ね、不正確なこと言ってる時もあります、ねね、ちょっと勉強が足りなくて、あ、ちょっと間違ったこと言っちゃったなという反省もあります、ね。この間最近叩かれてるのは、参政党が出した Q&A の本、選挙の前にもう10日間ぐらいで、ね、みんなでバーッと原稿集めて、僕は まとめて文体揃えて出した、もう急に作った本だったから表現が拙い部分があります、ね、だからもう端的に切り取ってこっちも載せてしまったところがあるので、なんか農家の方に怒られてるんですって、ね、あれだから書き直さないといけないかなと思っています、ね、我々は農家の方を批判したり、ね、なんか農薬を使ってるからダメだとか言うつもりはありません。ね、お医者さんとか、ね、看護師さんとかがお薬を、ね、渡してるから悪い、そんなこと言ってません。そういうふうな仕組みになってるから、その仕組みを変えたいって言ってるだけなんですね。誰か人を叩いたってしょうがないでしょ、ね、それもやっぱり情報発信ですね。これも教育なんです。私たちが言ってるのは学校の教育もそうだけども、大人の得る情報ね、この取り方もみんなで変えていって、みんなで日本のことを考えていきませんかと、自分たちの未来を考えていきませんかっていうのが参政党の教育ですね。で、食と健康のところで言ってるのは、とにかく日本の一次産業を大事にして、ね、食料自給率を上げましょうです。これがもう食に関しては一丁目一番地です。とにかくね、多少農薬かかっていうか加工食品だろうが、小麦だろうがですね、それは減らした方がいいよっていうのもあるかもしれない。けれども、とにかく食べるものがないといけないんです。ね、それを国産でないといけないんですよ。自給自足できないと。ね、よく例に出すんですけど、今紛争起きてるね、四国ほどの面積ですよ。ね、国土の6割砂漠なんですよ。でも食料自給率 90% 以上あるんです。6割砂漠ですよ。そこにちゃんとパイプを張り巡らせて、水をね、ちゃんと配給して、そして農業をやってるんですよ。荒地で農業を始めて再生してるんですよ。なんで日本はこれだけ緑があって、水があるのに、それやらないんですか、できないんですか。おかしいでしょ、ね、だから新産業になってくださってる農家の皆さん、漁業やってくださってる皆さん、そしてその農業や漁業の、ね、元になる
山ですよね。山を手入れしてくださってる林業の皆さん、この方々が一定以上の職を得られて誇りを持って働ける、そういう社会構造にしないといけないわけです。ね、それやらないとどん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 地方で仕事がなくなって、地方が荒れて、そこにね、空き家とか廃村ができて、そこでね、新しい日本人だって人がたくさん集中させちゃったら、川口みたいな問題が起きてくるわけですよ。それは見えてるじゃないですか。なんで見えてるのにそれを止めないのか、そういったことを食のところで言いました。健康ではもうさっきも言いましたけれども、なるべく自分たちの健康をちゃんと自分たちでケアしていこうということです。病気に好き、ね、考えずに生きて病気になって医療に頼るんじゃなくて、病気にならない生活を自分たちでする。なるべく病気にならないように食事にも気をつける、ね、でなるべくですよ、これも環境だから国の基準で、ね、なるべく使わないようにする。加工食品もあんまりね、添加物とかを増やしすぎないようにする、ね、こういうと全部ダメだというのかって、違うんです、違うんです。全部すぐになくせなんて言ってませんから、我々は少しずつ減らしていこうよと、ね、アメリカとか欧米の基準とかに合わせていきましょうよと。食品表示法とかが結構ざるなんで、その辺を改正していきましょうよって言ってるだけですから、ね、気に取って叩かないでください。いいですか、極論を言って賛成とはこうなんだっていうレッテルバレーやめてください。ね、我々はどこの業界とかそういうのを叩こうとか潰そうとか利権を潰そうとか、そんなことを言ってないんです、ね、国民の健康を守りましょうって言ってるんです。無駄なお金をとかに使わないようにしましょうって言ってるんです。青天井でお金が増えてるから、戦前の軍事費よりも今の方が多いわけですよ。こんなことしてたら持たないでしょ。で、病気になって言いかけててもみんなハッピーじゃないじゃないですか。たかだか数十年倍になってるわけですよ。なんで日々進歩してるはずなのに、ね、こんなに不健康な人が増えてるんですか。そこを見直しましょうというのが食と健康で我々が言ってることです。そして3つ目は国の守りですね。国の守り、国の守りで一番大事なのは経済、経済、経済です。そこは岸田さんと全く一緒。岸田総理が言ってることは正しい。経済大事です、ね、いくら強い軍隊持ってても武器買ってても経済が回ってないと国は維持できませんから。でもその経済の仕組みが今おかしくなってるんですね。我々が目指す経済は日本人のお金が日本の企業に回り、日本の企業の儲けがまた国民に配当され、お金が国内でぐるぐる回る仕組みを取り戻しましょうって言ってるんです。ね、その呼び水にするために一回消費税とか止めてくれませんか、減税してくれませんかって言ってるんです。ね、永久に税金を取るのやめろとか言ってないわけですよ。ね、今国民が安心して使えるお金がないので、ね、一回下げてくださいって言ってるんです。で、経済が回ってインフレになってきたらまた上げれば結構です、その時は。ね、税金なんてのは経済の調整面みたいなもんですから、今民のかまどから煙が上がってないんです、ね、だから国民が、ね、ちゃんとご飯食べれるように経済的に安定するようになったら、そしたらまた、ね、調整してもらえばいいけれども、今国民がひいひい言ってんだから、この時は伝統的な政治のやり方を考えても減税しかないでしょって言ってるんです、ね、だから所得税1回4万円返しますとか言って、そんなんじゃダメなの。それやったらもうインボイスやめましょうって話ですよ。ねえ、なんで集めて配るんですか。集めなくていいじゃないですか。無駄じゃないですか、その労力。集めずにカットしてください。ね、そう。あとカットで思い出しました。今回の所信表明でコストカットのね、そういう経済をやめていくんだというふうに総理もおっしゃってました。大臣も所信表明でおっしゃってました。コストカット経済をやめるんですって。から。で、多様な働き方とか言いましたけど、あれ単なるコストカットですから。ね、コストカット経済を見直す第一兆一万字は、まず、ね、派遣やめましょう。ね。そういったことをですね、我々は経済で言っています。ね、国内でお金の循環を回すこと、で、そのためには、しっかりと、ね、呼び水、国民にお金を渡る減税をすること、それから公共事業は、ね、国債発行してでもやった方がいいです。とにかくどうやって国内でお金を回すかということを考え、そしてどうやって海外にお金が流れないようにするかです。このことを考えることが国を守る一番です。経済がこけたら
日本人が貧しくなったら全日本に買われるからです。守れないでしょ、買われたら。企業買収されたら、そこで働いてる人たちのね、いろんな自由が奪われるじゃないですか。いろんな指示が来るじゃないですか。ね、いろんなこと強制されるじゃないですか。しないと来ちゃいけないとか。ね、なんでそんなことを、自由の選択のはずなのに、自分の健康管理。なんで会社に言われないといけないんですか。ね、命かかることですよ。おかしいでしょ。おかしい。ね、そういったことを、まず経済からしっかり考えるということ。から、国防に関しては、これも、繰り返しになりますけど、アメリカとの関係をどうしっかりと再構築するかですよね。本当に負けました。占領されました。軍隊解体されました。ね、でも、ね、48年に逆行するになって、ね、自衛隊作れと、警察予備隊作れと言われましたと。それは予備隊ですから。ね、何の予備ですか？米軍をサポートするためでしょ。だから自衛隊の、ね、設立自体が米軍のサポートだから、それじゃもう立ち行かないわけですよ。米軍が引いちゃったら我々は戦えないから。そうじゃなくて日本はやっぱり日本人で守らないとダメなんです。ね、嫌ですよ、そんなの、戦うのは。ね、軍役も嫌ですよ。私も10年間予備自衛官やりましたから、で楽しいわけじゃないですよ、自衛隊の訓練やってたって。防空前進なんか別に楽しくないですよ。ね。でも、そういうことをみんながちょっとずつでもやって、日本人はちゃんと自分たちの国を自分たちで守る気概があるんだなっていうことを示さないと。ね。それには、自衛隊の皆さんお願いしますとか、ね。お金で高い武器買ってください。どうやって国を守るかっていうことを考えるんです。ね。そして、それができる体制をちゃんと日本の国民が考えて政治家に言って、そしてアメリカと交渉するんです。今の、ね、安保条約の形考えて直しましょうと。地位協定もう一回考え直させてくださいと。ね、日米合同委員会とか、ね、過去にそういうのを作ってきた経緯も含めてですよ。もう一回日本とアメリカの軍事同盟の形を見直すっていうことです。それはね、アメリカからは絶対言ってくれませんよ。そうでしょ？守ってやってるから言うこと聞けよって言う方が楽じゃないですか。ね、で、もう守れないよってなったら俺たち知らないってなっちゃうんだから。だからそんなね、自分たちの運命を他国に任せてはいけません。日本の運命は日本人が決めるんです。そのことを、ね、我々が考えて提案しないといけないんです。待ってても言ってくれませんから。絶対そうでしょ。ね、日本こうやった方がいいぞってなかなか言ってくれませんから、向こうから。こっちから考えて提案する。それが国守りです。そういったことをやってきてます、ということを言いました。そして、今日福岡で言ってきたのは、エネルギーの問題ですね。ね、今、また10年間で150兆ぐらいですね。ね、GX、クリーントランスフォーメーション。ね、前は減らすとか、そういうことに150兆突っ込むというふうに言ってるんです。まあ、公共事業としてね、やるならばそれはいいかもしれない。けれども、本当に二酸化炭素がどれだけ問題なんですか？ 100 年間で 0.7 度ですよ、気温上昇は。ね、地球化のせいで、ね、自然災害が増えてるとか、テレビで言ってますけど、そういうデータはありません。データないんですよ、皆さん。台風とかも昔の方が多かったんですよ、本当は。ここ20年ぐらいで見ると、多いって見えるかもしれんけど、50年とか100年のスパンで見ましょうよ。どれだけ台風が来てるか、自然災害がどれだけ起きて、どれだけ人が出るか、気象庁にデータがあります。それ見たらいいんじゃないですか？ね、何でもかんでも地球がのせいにするのやめましょうよ。なんか白熊が出るとかやめましょうよ。白熊増えてるらしいですよ。ね、そのもとに今進めてるのはエネルギーでしょ。ね、いいだっつって山切り開いてやってるから、白熊もかわいそうかもしれないけど、日本の熊もかわいそうじゃないですか。日本の熊、食べ物なくなってどんどん民家に降りてきてるじゃないですか。なんで白熊がかわいそうで日本の熊は駆除されるんですか。ね、白熊も守りたいんだったら日本の熊も守りましょうよ。ね、矛盾してるんですよ、言ってることが。そいつらが合わない。全然自然に優しくないんですよ、エネルギーが。コストばっかりかかって。そして、原料は全部とか、モンゴルとか、北とか、アフリカが持ってきたレアアースで作ってるわけですよ。だから、太陽光作るにも、太陽光パネル作るにも、風車を作るにも、海外の資源がないと作れないんです。ねえ。で、そこにお金出してるのどこですか？風力発電とか、ここにお金出してるのは日本の企業ですか？ねえ、我々は再生可能エネルギーで電力もらってますよね。
ね、それに今国民で年間 2.7 兆円ぐらい負担してますよ、余分に。そう、税金で。ね、その 2.7 兆円はちゃんと関西電力とか中部電力とかに入ってるんですかね。そしてみんなの給料になってるんですか。ね、投資してる西洋とか中国の会社に、ね、その仕組みをどんどん大きくして6000万とかもらってたんじゃないんですか。なんでこの大きな構図をメディアは叩かないんですか。ね、こういったところにいろんな問題が見えてくるでしょ。ね、エネルギー大事なんですよ。国守りの分野でも本当は入れたかった、あえてエネルギーって分けたのは本当にこれから大事で、特にお金を使おうとしてる分野だからです。 GX とか言いながら今度財務大臣にも質問しますけどね。ね、ちゃんとお金を使って公共事業やってもらうのはいいけども、それがしっかりと国民の利益につながらないと、ね、看板はいいんだけど中身は全然国民のためになってませんでしたと。進みました、中国依存が進みました、外資にお金がたくさん流れましたと。そんなことになるような GX だったらやめてもらいましょう。ね、クリーンエネルギーだ、環境保護だと、看板はいいですよ、賛成です、クリーンエネルギー環境保護ね。でもね、クリーンエネルギーって言うんだったら、あの、お騒ぎっていうのは賛成とは憲法を作りたいと思ってるって話です。これはね、さっきの教育の話とも結びつくんですけど、なんで憲法を我々作ろうって言ってるかっていうと、それもね、まあ、これも歴史ともつながるんだけど、今の日本国憲法は占領期に作られた占領下の元の憲法だからですよ。ね、別にこれ全部破棄しろとかそんなことは言いません。ね、ただこれをそのまま護憲で守っていくとか一部だけ改憲するとか、それじゃあ国変わらないって言ってるんですよ。もう一回1億2000万人や全員は無理かもしても思いのある人たちだけで日本の憲法の形、憲法の形ってね、つまり国の形ですよ。憲法って英語で言うとコンスティテューションですからね。コンスティテューションって体制って意味ですよ。で、憲法っていうのは権力を縛るものだというふうに教える学者がたくさんいます。確かにそういう要素あります。国家権力を縛るための、ね、ルールだというのは一つの力としてあの目的としてあるんだけど、でも違うんですよ。憲法っていうのは国の形を定めるものです。国体です。ね、で、我が国の国体とは何ぞやと言われたときに、ね、憲法に書いてあるじゃないですか。我が国の国体の中心は天皇陛下ですよ。だって憲法一条象徴天皇でしょ。国の一番最初の条文に天皇が出てくるんだから、今の日本国憲法においても国体の中心は天皇陛下なわけですよ。で、なんで天皇陛下が国体の中心なのかっていうことを説明できないんですよ、多くの国民が。そこに問題があると我々考えてるわけです。はい、はい、そうだと思います。ね、が、何をしていただいているのかっていうことを我々は知って、なんで126代国民で守り続けてきたのかということをもう一回再確認しないと。そこから始めないと、憲法の議論って始まらないはずなんですよ。そうなると、国体感っていうのは出てくる。で、国家感が生まれて、歴史感が取り戻せるって話ですよ。ね、で、こういったものが国民の基本にないと、ただただ勉強していい大学行っていい会社に入っても、結局やることがお金儲けだけになっちゃうから。ね。これね、こう当てはまる方いたら本当申し訳ないんですけど、別にその人をディスりたくて言ってるんじゃないんですけど、例として挙げさせてください。ね、みんなの期待を背負って、地元のいい学校行って、東大行きましたと。ね、東大ってのは日本で一番、ね、税金をかけてもらってる大学なんです。ね、国民の期待を背負って国のリーダーを育成する、官僚とか国のリーダーを育成する大学のはずなんです。でもそこを出たのに、外資系企業とか行っちゃうわけですよ。ね、ちょっと待ってくださいって話なんです。ね、国民の期待しょってるんですよと、ね、みんなより税金かけてもらったはずなんですよと。そしたら国民に還元してくださいよ、その学びを、ね、せめて日本企業に行ってくださいよって話です、ね、そうじゃないと、そんな優秀な頭脳がみんな外資系に行っちゃったら日本企業と戦うわけでしょ。利益が外資系に行っちゃうわけでしょ。日本人の利益が減っちゃうんですよ、ね、だからこれが国家観ですよ。そうじゃないと、例えば、ものづくりの会社に入って、いい技術エンジニアになったとしても、ね、退職したら、中国とか韓国に技術売っちゃうわけですよ。ね。そしたら、ね、それで、潰れちゃったわけでしょ、日本のものづくり。これも国家観ですよ。だからね、教育とセットだって話なんですけど、憲法っていうものを考えることによって、日本ってどういう国なのと、みんなで何を守ってきたのとか、ちょっと自転車通してあげてください。そこ、通路なんて。
ありがとうございます。ね、日本の形ってどういうものなのっていうことが理解できてないと、ね、優秀な頭脳が、若者たちが、日本の国力を守る側じゃなくて、日本の国力を削ぐ側に使われてしまうって話なんですよ。本人たちはそんな気は